ザ・ハーブルームのプロデュースをしているチャーミーと申します。ザ・ハーブルームは自然をたたえ生物を慈しむというサスティナブルのブランドになります。こちらメインのザ・ハーブルームのメインの商品になるんですが、こちらはエルダーフラワーコーディアルといってハーブのシロップになります。このハーブのシロップはソーダで割っていただくのもいいですし、ミルク、あとはジャスミンティーなどと割っていただくのもいいです。そしてかき氷のシロップとかにも使っていただけます。健康とサスティナブルなブランドにしていきたいと思います。